絶対やってる選手の方がしんどいんでしょうけど、見てるこっちもこう息止まっちゃうし、だから1試合ごとに休憩が欲しいぐらいですね。結構見てる方も力入っちゃいますね。力入りますよ、はい、さあいよいよ、スタート。さあ柴田選手ニコニコでしたね、スタート時点。さあ早速打っていきました。1本目からいきましたね、この入り出し結構大事ですよね。そうですね、しっかり決めてきました。先制したのは江東フェニックス、浜高選手。ここはファールです。ファールになっちゃいましたね。3ドットX で早瀬選手ですね。そうですね、まあ、彼のところが多分おそらく後頭は全部ミスマッチになってしまうので、まあ、そういうミスマッチになった時にお互いにどういうふうに守って攻めていくかというところも注目してもいいかもしれないですね。いいですね、足動いてるな。うまい、うまい、しっかりしたパスマッチしてますね。スリップ、こういうプレー好き個人的につないでつないでという。そうですね、やっぱ3対3、多分その、はい、見てる方は結構その1対1が大事とか思う方いらっしゃるじゃないですか。そうですね、じゃなくてやっぱどんだけ1点を簡単に取れるかっていうところが大事なんで、もう1対1能力っていうよりはどちらかというとこうやっぱパス回しとかチームワークの方がだいぶ重要になってくると思うんで。そうですね、まあ、さっきのブレックスでいうと2対2で2人使って、今のだと後藤だとあのパス展開してからのスリップのプレーっていうことですよね。足を動かすプレーであったりだとか技であったりだとかっていうのは、まあ、チームプレーがやっぱりここでもありチームなので、そういうところを見ていくとまた楽しい一面が見れると思いますけどね。まあ、知れば知るほど本当深いスポーツですね。です単純なようで深いスポーツだなと思います。またねこの後藤のねあの速いんですよね、この伊藤選手だったりだとか。そこに出てきましたね。出てきました。タフ、あ、惜しい。ここはファール、ファールになってしまいましたね。スコアするために全員が声を上げるこの感じ、京都 B リー、失礼、江東フェニックスはこのインテンシティ。さあ4対1と江東フェニックスが4点リード。いやー、序盤でこの1点1点本当に重いですからね、重いですね、 3X っていうものは。そうですね、この江東フェニックスの面々、割とね、こう柴田選手とか伊藤選手とかよくこの競技では見る面々ではあるんですが、実はチームとしてはプレーオフは初進出。多分気合が、そうですね、やっぱ思いが違うだろうなという感じがします。まあ、特に柴田さんなんかはね、かなり思い入れがね違うとは思いますよね。また事前 の, あのチームのね、あの意気込みのコメントをしてくださったのが下田選手だったんですが、はい、いつもは柴田と伊藤ばっかり目立ってますが、今回は僕が決めてやりますというふうな意気込みを語っていらっしゃいましたじゃあそこに注目していきましょ う, そうです。81番下田選手、その思いを爆発させることができるでしょうか。はい、あ、惜しいですね、いい狙い、間に合った、ラインクロス、あ、惜しいですね。ラインの本田という判定、ブラックボール、三点本田という。さあここはチェックボールというね、この普通のバスケットとは違って、ここからオフェンス、はい、ディフェンス側がオフェンスにボールを渡すことで試合がスタートしていくという形ですね。ディフェンスが激しい。そうですね、タフディフェンスですよね。あ、よく決めました。いや、11番早瀬選手もあの身長体格でああいうドライブができるって結構強みですよね。そうですね、うん、191センチ95キロ、うん、動けないですよなかなかね。そうですね、普通であればドライブして外もやってってなると守りづらいですよね、うん、ね、やっぱ辛い時はこういうところで点数取りたいですよね。そうですね、あ、でも腕も長い、リーチがある、もったいない。さあまだ試合がスタートして1分半ぐらいしか経ってないっていうのが驚きですね、はい、いや本当にこんなにいろいろあったのに。そうなんですよ、だから2分がきついんです。そうです、それが最初の2分のきつさというところですね。そうなんです、試合になれるまでの2分がしんどい。わ、伊藤選手うまっ、キレキレ、うわー、伊藤選手うまっ、ドライブ今
多分画面で見た方多分消えてましたよ、伊藤選手。167センチでもこう戦えるんだっていう、こうちょっとした希望にもなりますね。彼は本当にあの素晴らしい選手だと思いますね。あの小さいけどちゃんとスピード持ってますし、あのタフにディフェンスもできるし、そういうところ本当に素晴らしいと思いますね。さあ、そしてエンドワンをもらった浜高選手のフリースロー。いやー、フリースロー、やっぱ皆さん入りますね。ほぼほぼ外さないですね。入ります。さあ、ああいい、よく聞こえてる。あ、やっぱリバウンドがけど、ね、気持ちやっぱ後藤の方が取ってるのかなっていうのは感じますね。こういうリバウンドとかもオフェンス回数につながったりするので、あとあと響いてきたりしますからね。あ、ほら、やっぱリバウンドが、ね、ここしっかり取りたいですね。セカンドチャンス、サードチャンスにつなげられるっていうところです。わー、きちんと決められるというところで、7対4。さあ、小寺選手、悩みましたね、今、完全に気持ちは分かります。気持ちは分かります。気持ちは本当に分かります。もうあそこ、ね、2人でやっった方がね、やっぱ楽に点取れるんで、まあね、パスか、ね、シュートかって悩むところであると思うんですけど。あ、これもスリップだ。ここはさあ、こういう楽な点数を増やしたいです ね、レスリーは。さあ、来ました、伊藤選手。ドライブが見たい、僕は個人的 に、 確かに見たい。このミスマッチの。さあ、うお、なんだそれ。なんだそれ。決めてくるという。何それ、すごいドライブ。167センチ対191センチでした。だけどいいディフェンスしますね。ね、本当にタフにディフェンスしてると思います。今は9対5、うん、今のが後藤フェニックスのファール、のファールだったかな。そうですね。ちょっと僕ですかというふうなアクションが、そうですね。まあ、ちょっと残念でしたねっていうような感じですよね。ちょっとコートフェニックスのファール増えてきましたね。ちょっと今5つ目で。そうですね。さあ、ハマッターから外にキックアウト。さあ、小寺選手、短い。入れて、おー、いやー、いいディフェンスですね。本当に中に入れないっていう。すごいディフェンスいいと思いますね。さあ、須藤選手。わあ、これもリバウンド取れてるし。やっぱあのコートフェニックスのディフェンスがすごい動いてるから、うん、そうですね。結構レスリーは嫌だと思います、ね。なんからしさが見られないですね。なんか多分おそらく少しディフェンスに煽られてるイメージは ね、受けますね。でもなんか小寺選手何かやってくれるんじゃないかと、ものすごくさっきから期待はしてるんですけど、技術的にも精神的にもチームの中心の選手ですもんね。まあ、でも今みたいなのもね、自分の、ね、ディフェンス連れて行ってスクリーンにしましたからね、小寺選手ね。やっぱそういう技ありが上手いですよね。そうそう、技ありが上手いですね。そしてボール持ってなくても伊藤選手が動く、ああいうのにやっぱこう釣られちゃうというか、その分ね、やっぱつかなきゃいけないし、体力もね、削られますからね。いや、柴田さんのあの声かけもいいですね、うん、しっかり。やっぱり軸としてしっかりしてる。ずっと喋ってますよね、彼はね、本当ね。今日は俺がやってやりますという柴田選手です。10対6。コートフェニックスは4点リードですが、ファールの数でいくともう、そうですね、あとはないと言いますか。これ以上ね、やりたくないですね。さあ、小田選手が何かやる。グッティーが、グッティーコートにね、今足で出たんで、すごいいいディフェンスですよね。伊藤選手はやっぱ足動きますね。でめちゃめちゃ動きますよ。ごつい。ごつい、そう。めちゃくちゃごつい。そうですね。逆三角が、ユニフォームの下の逆三角が分かりますもんね。さあ、ここ見たい。早い。わー。わー。迷った。ちょっと、踏み込みミスりましたね。迷った。わかります、その気持ちは。
すごいわかります。いやでもこれで、ね、7つ目のファウルになったのでちょっとまた分かんなくなりそうな気はしますね。本当だ、コートフェニックス7つ目のファウルで、ジェスリーに2ショットが与えられるそうですね。こうなってくると今までみたいなこうタフなディフェンスっていうのはちょっと難しく、ね、できなくなってくるし、まあ、これからもファウルすることに相手に2ショット与えられるってだいぶ、ね、はい、痛いことですから。そうなんですよね、ちょっと状況が変わってくるかも、ね、まあ、5点差と開いてはいるんですが、はい、これ決めたら8点になっちゃうんで、また分かんないですね。お、このリバウンド。あ、ここはレスリーです。あ、リバウンドは。そうね、もうファンの方がいいよ。お母さんのアドバイスしない方がいいよって言っちゃいましたね、今。さあ来ました、あ、いいですね、シマウス選手、ここで、ここで落ち着きを取り戻させるような島田選手。そうですね。さあ、そして浜高選手はサリバンド、ちゃんとね、柴田さん、ちゃんと抑えてる。クラッチ、おー、ナイスバッグ。おしゃれなパスですね。おしゃれでしたね。ここはファールですね、うん、上からちょっと手絡ませちゃいましたね。これでもちょっと増えてきましたね、うん、そうですね、6になったんで、これ7つ同士になるとちょっとまた分からない試合になってきますね。まあ、このまだ1個差がある時間帯にデスリーを追いつきたいですね。そうですね、さあ伊藤選手、うわー、上手。伊藤選手、やっぱりリバウンドね、ほとんど多分後藤が取ってますよね、うん、まあ、こういう部分じゃないですかね。来ました、伊藤選手のドライブが見たい。うわ、これ何これ何出ましたけど、いや本当にちゃんとすごいんですよね。ツー打っても仲間がこうフォローしてくれる環境を取ってくれるっていうのはね、力強い。ここはファール、どっちのファールか、これはコートじゃないですか。コートのファール、コートのファール、まあちょっともったいない。ツーショット、ツーショットがこれで与えられるんで、まあでも今14対8なのでまだそんなに焦らなくてもいいですか。そうですね、まあ、なのでもうこれ以上ファールをお互いにしないっていうところでしょうね。ギリギリのラインでやっていくしかないですよね。もうけどゼスリーもまあファールが6個溜まってるんで、口頭的にはもっとどんどん攻めるっていう、うん、ファールをもらってお互いにいいのかなと思う。7つまで上げちゃったら、うん、あ、こういうミスはね、こういうミスがね、さあなんかやってくれそうな。そうですね、選手流れを今ので変えられるか。ここ来ました、来ました、ここ何やぞ、ミスマッチ、ここすげえ。でもその逆ミスマッチもあるから、あー、2選んだ、これ決めましたね、決めましたね、1点差です。分からなくなりました、13対14、ゼスリーが追いついてきましたね。ここはライン痛い痛い、ちょっと口頭流れ変えたいですね今ね。そうですね、ポンポンポンと気づいたら1点差ま で、ね、さあタイムアウトです。口頭フェニックス、ここでやっぱりタイムアウトは有効的な使い方ですね。そうですね、はい、ちょっとやっぱり今流れをゼスリーに持っていかれそうだったところをタイムアウトで流れを止めるっていう、まあ、その分、まあ、ゼスリーはずっと我慢して我慢してじり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 来たっていう感じですよね。点差が開いてもやっぱりこう焦ってなくて落ち着いてるっていうのはやっぱり小寺選手の経験値。そうですね、早瀬選手も中で体張ってるので、ああいう部分でやっぱり相手側の体力を削ったりだとか、そういうところでシュート短くなったりとかするので、ここからですね、このプレーから。さあ来ました、外に、お、ミレイ選手、いやー、逆転、逆転、このゲーム初めて逆転。そうですね、うん、そうですね、結構な点差空いてましたけど、空いてました、空いてました、柴田選手、柴田さんね、ほんとね、意地がありますね、意地がある、さすが2ポイント3位、すげえ。さあ
どんどん抜いて、あ、いらない、いらない、いらない、スノーツーですよ。あ、でもよく決めましたね。よく決めましたね、今の。いや、このタイミングであのシュートされるとやっぱ Z3 に流れが。いや、だいぶだいぶいきますね。そしてここでツーショット。ここで見えました今のは。そうなんですよ。ツーショットなんですよ。ツーショット。なんで4点プレーになったんですよ。4点プレーか。すごい。これで一気に変わりますね。19点になったら。どうでしょう。絶対聞こえてないけど心臓しちゃう。確かに。もう大変、心臓が。今のすごいですね。すごい。これでも1本決めたいね。1本は決めたいね。なりました。もうこれあのあれですよね。カウントワンショットじゃなくて、相手のファウルが7個超えたらカウントツーショットになるんですね。そうですね。ただファウルのコールもありません。普通に行っていいと思ったけど。ああ、ここはちょっとしっかりしたかった。でもまあお互いにミスミスだったんで、まあ。そうですね、早瀬選手がしんどそうです。今日は4回勝たないと優勝できないという、あ、タフですよ、タフですよ、タフですよね。1日4試合はタフですよ。さあ柴田選手、時間はたっぷり、いやーです、ね、やっぱしっかり来ましたね。落ち着いてます、落ち着いてます、やっぱり21点か。さあ下田選手意地で取りました。さあここは外れてしまう。いいですね、いいですね、いい、いやーもったいない、ちょっとお互いにもったいないところが。さあそして島田選手に託した感じです。行かないんだ、ディフェンス誰も。うわーすごい、18対18の同点は。やばい、島田選手、もうやファールには気をつけたい。おー、一旦リード、しかし、いやでもまだ1点差なんで、1点差はもうファールしたら、ファールはないよ。わー、19、ベテランの戦いですね。さあ、島田選手の面白い、面白い、でもあと2点で終わりだよ。あー、来る、ここは入った。ちょっと一瞬取り離しそうだった。ここで息が止まりました。マジで、これはこれも決まらない。面白い、ここからですね。さあ柴田選手、かなり早いモーションでした。でも2点を、ね、狙っている、2点狙ってますね。2点狙ってますね。しない方がいいと思う。あ、ここはラインクロス、グッドディフェンス、グッディ、もったいないし、ここでタイムアウトを取ります。ゼスリードとエグゼ、いいタイムアウトですね。これはちょっとなんかもう、いや、今痺れましたね、ちょっと痺れました。でもこういう試合が 3X の醍醐味だったりするんで、そうですね、もうザ 3X3 の面白いとこみたいな、うん、今回の試合は本当ベテランチームじゃないですか。そうですね、その中でこうベテランの発見と、そう、2ポイントで同点で、すごい熱い試合やなって。あの2ポイント2連続っていうのがね、いや、あれすごかった。もうやられたらやり返すっていう、もう本当に、はい、気持ちで決めてるこの感じが熱いですよね。いや、ここでちょっと、さあ同点、時間はたっぷりあるので多分 KO ショットで決まるかなという、まあ、2点は狙ってくると思いますよ。ただ焦んなくてもいいと思うけど、お互いにご自身だったら2点狙いますか。ここは狙います、僕狙いますね。やっぱお二人ともでも1点を確実に取りに行きました。で も、まあ、でもこれで2点やられたら終わるんで、そうなんですよ、やっぱオフェンスのチャンスというのは。これはいいと思う。さあ、20対20。柴田さん、わ、柴田さん、あ、ここはパスだったのかな。どっちや、どっちや。いや、あのデスリーボールだと思います。デスリーボール。こっちはどっちの立場になってる。わかんないです、僕どっちの立場が。どっちの立場でもないです。さあ、デスリーボールからのリスタート。20対20、あと1点で KO ということになります。柴田さん、打ってよかったと思うけどね。打ってくるよ、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 ここは。うわ、おお、今のミスマッチで、今のミスマッチで、あのミスマッチだ。伊藤選手、行ったじゃん、行くでしょ。さあ、ここは小寺選手も意地です。おっそ、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 早く決めてくれ。心臓が1
10分切りました。いや一点の取り合 い、このハラハラ感最高。そうですね。続いては後藤からの。もうすぐ打ちました。それはそういうシュートクロック言えてないよ。バーン来た。おーおーマジか。打たないんだ。伊藤選手、伊藤選手1対1時間を使います。伊藤選手なんて行くんじゃないでしょうか。このミスマッチ、逆のミスマッチ、あーシュート、それで入るんかい。いや、なんか私今のすぐ狙ってよかったんじゃない、まあね、丁寧に、そうなんですよ、行きたいの分かるけどノーマークだったから、丁寧に行き過ぎもなんかね、こうやって相手に与えちゃうから、これで終わりですよ。ノーマークで守んなきゃいけないし、あと20秒。おお、なかなか。あと17秒になりました。もう体力勝負、根気勝負ですね。根気勝負。しばって、そうだよね。そうだよね。わお。これは5秒。これあと。なんで？わあ！小寺選手最後。最後来ましたね。これが気持ちですか。気持ちいいよ、リサ。素晴らしい戦いでした。本当素晴らしかったですね。素晴らしい、息を飲む、いやでもこれ本当にいい試合でしたね。